どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回はですね、アメリカの中国入国禁止と中ロの日本領海空侵犯という話です。オチとしては日米の対応、仕組みの差で領海空侵犯への結果が全然違うというところなんです。日米とも日本学術会議とアメリカ大統領選で激しい動きになっていますが、そんな中でまた大きいものが出てきました。今回はアメリカの中国入国禁止と中ロの日本領海空侵犯に関する話をしていきます。まずはアメリカなんですが、現地時間の2020年10月2日、米国移民局からかなり厳しい政策が公表されました。それはどんな内容かというと、共産党や独裁政権の政党やその関係者のアメリカ入国禁止を発令したんです。自分としてはついにこの話が出てきたかと思ったんですが、今回の措置は入国禁止の対象がかなり広いんです。主な対象としては、1、中国共産党員やその関係者、2、ロシア、3、中国側につくアジア、ヨーロッパ、アフリカ諸国、4、日本共産党や親中の日本の議員など、このあたりになるのではないでしょうか。まず1の中国共産党員については、2019年末の段階で9191万人の党員がいます。しかも中共の幹部は自分たちの資産を中国国内ではなく、アメリカを含めた海外に移しています。その上、自分たちの家族をアメリカにも移住させているので、そこに対する制裁を今回課したということになります。今回の措置では、共産党員とその関係者となっているので、中共の党員でなくても、中共に協力している中国人は全員アメリカへの入国禁止となりました。2のロシアについては、中国との関係が非常に深いんです。今年2020年の5月時点でも、ロシアは中国とのパートナー関係を強化しようとしています。特に月面基地建設への協力や、天然ガスを中国に輸出する新しいパイプライン計画などが持ち上がっています。しかも、2010年からの10年での対中貿易額は2倍近くに増えており、これだけでも関係が深まっていることがわかります。しかし、その中国とロシアの関係に今回アメリカがくさびを打ったという形になります。3に関しては、中国の外交戦略である一帯一路構想にもアメリカはくさびを打った形になります。一帯一路とは陸のシルクロードと海のシルクロードの2つを使った経済に関する構想です。陸のシルクロードは中国の西安からウイグルのウルムチ、トルコのイスタンブール、ロシアのモスクワを経由してイタリアのベネチアにたどり着くルートです。海のシルクロードは南京からスタートしてマレーシアのクアラルンプール、スリランカ、ケニアのナイロビを経由してイタリア、ベネチアにたどり着くルートです。しかしこれらの国に対して中国はマネートラップなどを仕掛けて資源を奪っています。つまり、このルートに関係するアジア、アフリカ、ヨーロッパ諸国の中国関係者の入国もアメリカが禁止したことになります。そして4に関しては、日本共産党は少なくとも、かつては中国共産党とも関係があったので、今回の対象になります。当然、自民党内だと色々な意味で話題になる二階幹事長も引っかかってくるでしょう。あとは特定野党に関しても大なり小なり関わってくる方々がいるはずなので、そういった方々も今後はアメリカへの入国禁止になり得ます。そんなアメリカの今回の動きなんですが、これには日本も絡んできています。以前の動画で話した安倍前総理が提唱した外交戦略、セキュリティダイヤモンド構想、およびそこから発展した開かれたインド太平洋戦略も今回の動きに関連しています。安倍前総理は総理退任前の先月、2020年9月の段階で実質的なインドとの軍事同盟を結んだことによって、日米豪印の
セキュリティダイヤモンドが完成しました。この動きにより中国、ロシアなどの国々や日本国内のお困りの方たちに大きなプレッシャーをかけたことになります。他にも昨日アップした日本学術会議の任命拒否の動きも連動していると自分は考えます。こういった形で世界を俯瞰してみると日米の動きはダイナミックだと自分は思うところなんです。この動きとトランプ大統領があの病気に感染したことが大きいのかもしれませんが、ここに来て中国、ロシアが日本に領海空侵犯をするという動きがあります。まずは中国からなんですが、中国国家海洋局直属の国家海洋情報センターが尖閣諸島の領有権を主張するサイト、中国釣り王島デジタル博物館を開設しました。報道ではこのサイトは明治維新後に日本が釣り王島、つまり尖閣諸島を盗んだと主張したそうなんです。個人的にはここはツッコミを入れたいところなんです。そもそも明治維新後に尖閣諸島を最初に見つけたのは日本だし、その頃には今の中国というのは建国されていません。今の中国、正確には中華人民共和国は1949年に建国された国です。明治維新後の1880年代に日本が尖閣諸島の調査をしていた頃は清という王朝がありました。しかし今の中国とは全く別の国なんです。さらにその清王朝は尖閣に関しては日本の領土と認めた公文書があります。そこを踏まえると中国は別の次元の歴史を作り出すどこかの斜め上の国と同じことを言っているのではないでしょうか。それにこうするかのように2020年10月2日ロシアのヘリが北海道の知床岬の日本の領空を侵犯したニュースが入ってきました。これに関しても日米の動きやトランプ大統領があの病気に感染したことも受けたものだと自分は考えています。ただポイントなのは日米の仕組みと対応の違いです。日本の場合は今の憲法があるので諸外国のように日本の領海、領空に入ってくる船、飛行機を撃沈、撃墜ができません。そういった当たり前の対応ができないためにどうしても舐められてしまいます。ちなみにアメリカの場合はトランプ大統領のあの病気の感染直後に日本と同様のことが起きる前に手を打っていました。実はその感染直後の2020年10月2日の段階でワシントンから2機のボーイング E-6B マーキュリーが飛び立っていました。この航空機は潜水艦と通信を行うためのものになります。このマーキュリーが飛んだ時点でお困りの国々にはお前らの好きにはさせないぞというメッセージになるんです。本来日本もそういう体制を早く構築しないとやばいんです。ですからスパイ防止法を作ることや憲法の改正を急ぐ必要があります。そうしないと日本は普通の国になれないし、今後中国やロシアが日本の領海、領空に入ってきた場合に他の外国では当たり前の対応である撃墜、撃沈ができないまま舐められ続けることになります。そういったわけで比較をしていくと日米の対応、仕組みの差で領海空侵犯への結果が全然違うということになるんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。